それでは左足上がりがきついところですね。ラフから左足上がりがきついところの打ち方やっていきます。こういうところからやっぱり乗せていくからスコアっていうのは作れてきますよね。残り90ですが、ピッチングを持ちます。ピッチングですと大体120か125ヤードぐらいで見てるんですが、残りは90ヤードなんです。90って言ったら一般的な男性のゴルファーで言うと大体アプローチぐらいの距離になってくるかと思います。ちょっと飛ばない方でもピッチングなのかなと思うんですけど、大体私は90でサンドウェッジで打てるんですね。ただこれだけ登ってて、これだけ左足上がりになってくると、上りでプラス5ヤードで95ぐらいのイメージですし、打つときにロフトが開いたまま入りやすいので、もうそれだけで1番手から2番手上げていかないといけません。なのでちょっと上げもありますし、でまたしっかり腕だけで柔らかく振れるような人ではあればいいんですが、一般的な方っていうのは振りすぎちゃうと軸ブレを起こしてミスになってしまう方が多いので、私もあえてここは残り90ですがピッチングを持ちます。ピッチングですと大体120か125ヤードぐらいで見てるんですが、ここはこのクラブをしっかり下半身を固定して、固定といっても体は回るんですよ。で振り幅を小さく、小さくといっても腕を伸ばして振るんじゃなくてコンパクトにキュッ、これぐらいの振り幅だったらミスショットは少なそうですよね。じゃあ行きましょう。ボールの位置は少し左足上がりに伴って右側にセットしてあげます。わからなかったら素振りをしてどこをクラブが入ってるかチェックします。というふうにコントロールできるようになってくると、軸もぶれずにちっちゃく振れるんで安定したショットが打てるようになってきます。ぜひ練習場では少しティーアップした球を打つような練習でやってみてください。